斧は、昔の戦いで武器として使われた、沿った幅の広い刃のついている斧である。投げ斧としても使われる形長なと両手で扱う、大斧に大別される。かつての斧は焚き火を取るなど日常生活に欠かせない、ものだった。それを武器に用いるという発想は至極自然な、ものだっただろう。扱いに慣れた斧ならば、剣や弓のような専門教育を受けずとも戦うことが、 できる上、武器としても非常に優秀である。重心が先端にあるため取り回しに癖がある反面、遠心力によって重い一撃を相手に与えることができる。たとえ金属製の防具に刃を阻まれたとしても、その衝撃は十分な打撃ダメージとなり得た。刃が厚く大きいので、刀剣よりも耐久性があり、多少人が痛んでも実用に差し触りなかった。 そして刀剣に比べて製造コストが安かったため広く普及した。バイユーのタペストリーで描かれたデンマークをの戦い方としては力任せに切るほか突き崩すなどがある。また、突きの状態にするとまるで小さい盾が突き出ているようになっているため剣や槍や棍棒などの攻撃を防ぎ、 受け流すことが容易で、また斧の釜状になっている部分で引っ掛ける、殻で殴る、そして布団を蹴るなどで素早く振り回していた。戦闘以外では、木を切ったり削り、ハンマー代わりに使って、障害物などの作成や破壊を行った。または布団を持つと杖代わりに使えるなど、非常に広範な使い方があった。また、農民が持っていても、 違和感がないため、しばしば仕込みや暗殺用として作られているものがある。日常の道具からより戦闘用に改良された斧は、敵の鎧や盾も切断して、体を攻撃するため、力を一点に集中できるように歯が、比較的、丸く、中には、より頑丈な鎧や兜と頭蓋骨をも、貫通しやすくするために歯が狭い斧や歯が尖った斧。 取り回しを良くするために柄を長くしたもの敵の首や手足、武器を引っ掛けやすいようにヒゲの部分が長くなった斧、素早く震えるように刃の幅を薄くするなど、軽量化されている斧もあった。その代わりに斧は、重心が先端にあるため、鈍重である、外すと隙が大きい、刀剣より扱いづらい面もあるといった弱点があった。しかし、 10世紀以降の中世ヨーロッパにおいては、鎧の発達もあり、メースなどの打撃武器とともに、騎士や兵士には、剣より好まれた武器でもあった。刀剣や弓矢と違い、扱うのに技術を要さないという利点もあった。大抵の騎士は斧、またはメースを、徒歩の場合はベルトに刺すか、騎馬の場合には、蔵の前輪からぶら下げていたようである。ABCDEO 並厚し。 図解近接武器。新機元社 ABCDE マーティン J ドアティ。図説中世ヨーロッパ武器防具戦術百科。原書房 AB オサダ・リュータ。中世ヨーロッパの武術。新機元社武器の世界地図。文春新書ハーピー S ・ウィザーズ。世界の刀剣歴史図鑑。原書房、武器屋。新機元文庫、市川忠春。武器と。 防具西洋編。新機元文庫 AB、機兵と不評の中世詩129ページ、奈良国立博物館 http コロンスラッシュスラッシュ www.narahaku.go.jp スラッシュコレクションスラッシュ p-659-0.html トマス D 混乱。通説戦国時代武器防具戦術百科。原処防、武器と。 防具中国編69ページ。ありがとうございます。